このビデオでは、ザ・コブラーについて説明します。この映画は、魔法のミシンを見つけた欲求不満の靴屋の物語です。顧客の生活に足を踏み入れることで、彼は世界を新しい方法で見ることができます。ザ・コブラーで彼の冒険に飛び込みましょう。ザ・コブラーは、ニューヨークのローワーイーストサイドエリアへのフラッシュバックを示すことから始まります。19世紀の都市、一部の男性は秘密裏に会合を開いた。彼らは、不動産の家賃が高騰したために破産した小さな起業家について話していました。彼らの地域で急増しています。次に、町の有名な靴修理工であるピンチャス・シムキンに助けを求めました。彼らはピンチャスに不動産のボスの靴をプレゼントしました。家に到着したピンチャスは、不動産のボスの靴を修理しながら話しました。彼の息子、ピンチャスは、彼が現在使用している靴用ミシンは、彼が彼を助けた後のホームレスの男性。その後、シーンは現在に切り替わり、マックス・シムキンという男の人生が書かれます。マックスは家系の靴を受け継いだシムキン家の4代目の末裔修理業。マックスは普通の生活を送る普通の男です。マックスは自分の人生をとても幸せに暮らしているように見えますが、隣人に嫉妬することもあります。元気に暮らしていて、美しいガールフレンドがいます。裕福な隣人であるだけでなく、彼にはジミーという理髪店の隣人もいます。彼と親密になります。ある日、カルメン・エレーラという女性がシムキンの靴屋にやってきました。カルメンはローワーイーストサイド行動委員会のソーシャルワーカーで、地元住民にこう尋ねました。ローワーイーストでの高級不動産開発に反対する嘆願書への署名を支援するためにそば。カルメン氏は、ローワーイーストサイドを高級住宅地にしたいと考えている不動産開発業者は、彼らが全てを手に入れるまで止まらないでしょう。これを聞いて、マックスは請願書に署名することに同意しました。靴の修理店で長い一日を過ごした後、マックスは生きていたのですぐに家に帰りました。サラという名前の病気の母親と一緒に。これまでのところ、マックスはサラのすべてのニーズに対応してきました。すべての、どこかへ行方不明になった父親が去った後、彼女の状態は悪化した。翌日、レオン・ラドローという男がマックスの靴屋にやってきて、靴のクリーニングと磨き。その後、彼はマックスに、ソールが壊れたもう一方の靴の修理も依頼しました。彼はその夜遅くに靴を取りに戻ってきました。マックスはすぐにレオンの靴を修理した。しかし、彼が使っていた靴修理機が突然故障してしまいました。機械の修理工が修理に来られなかったので、彼は別のミシンを探す必要がありました。まだ機能するかもしれない地下室で。マックスは、ピンチャス・シムキンが使用していた家族の古い靴修理機を見つけました。それを使ってレオンの靴の修理を始める。マックスはレオンを待っていましたが、彼は来ませんでした。待っている間、彼はレオンの高価そうな靴をぼんやりと履いていた。奇妙なことが起こりました。彼は突然レオンになり、靴を脱ぐと元の自分に戻る。その後、マックスは店を閉めたので、誰も奇妙に見えませんでした。再びレオンの靴を履いて、再びレオンに変身。それから彼は別の靴を履こうとしました。彼にとっては何も変わっていないように見えました。それから彼は、自分の靴を修理した時にのみ変化が起こると結論付けています。祖先の古代の修理機、マックスはいくつかの靴を分解し、古いミシンを使って修理し始めました。案の定、彼は形を変え始めました。翌日、マックスはジミーに挨拶するために他の誰かのふりをしていたずらをします。その日から、彼はなりたい自分になり、他人の人生を生きようとすることができました。マックスはかつて中国人のふりをしてチャイナタウンを歩き回っていました。彼はもっとやりがいのあることを始めます。他の誰か、そして支払いをしないために別の人としてレストランを出ます。彼はレオンの姿を利用して金持ちの靴を盗み、贅沢を運転することさえしました。車、マックスの単調な生活は、先祖の裁縫の魔法を発見した後、カラフルになります。機械、彼は幸せな笑顔で帰宅し、サラと幸せを分かち合いたいと思っていました。次に、マックスは母親に、人生で最も欲しいものは何かを尋ねました。サラは夫と夕食を取りたいと言った。その後、マックスは父親のふりをして彼女を幸せにするつもりです。翌日、タリンという名の美しい女性がマックスの靴屋にやってきて、彼氏の靴を直します。タリンの美しさに魅了されたマックスは、タリンのボーイフレンドであるエミリアーノのふりをする。彼は美しい女性とデートできます。エミリアーノはとてもハンサムでした。マックスはフォームを使用してバーに行きます。そこで、彼は女性の注目の的になりました。その後、マックスはタリンのアパートを訪ねます。タリンはシャワーを浴びていた。彼女のボーイフレンドが来るのを見て、タリンは彼にバスルームでイチャイチャするように頼んだ。思わず、マックスは服を一枚一枚脱ぎ始めた。しかし、エミリアーノの靴を脱ごうとした時、彼はすぐに気がついた。自分自身に戻る。それから彼は様々な理由を言って、そこから去ります。翌日、マックスは隣人を助けているカルメンに会います。次に、カルメンはマックスに、請願書を完成させるにはマックスの父親の署名がまだ必要であると伝えます。しかしマックスは、彼の父はずっと前にいなくなったと言った。マックスは、現実的で人々の幸福を深く気遣うカルメンに惹かれているようです。彼女の周り、彼はこっそりと子供の姿で仕事をしているカルメンをよく見ていました。その夜、マックスは母親を喜ばせる準備をします。彼は彼女の部屋に入り、彼女の美しさを褒めたたえます。サラは美しい緑のドレスを着て、顔を合わせているようにメイクをしました。久しぶりの夫。彼女は幸せそうに見えたし、マックスもそうでした。マックスはしばらく家を空けているので、待ってくれるように頼んだ。サラは夫がリビングルームに到着するのを待っていました。間もなくドアがノックされ、待っていた人が来た。彼女の夫、アブラハムはついに家に帰りました。サラは嬉しさを抑えきれず、涙をこらえることができませんでした。彼女は夫になぜそんなに長い間いなくなったのか尋ねた。アブラハムは、妻のお気に入りの梨を買いに行ったと答えました。サラは夫の帰りを喜んでいたので、それ以上尋ねませんでした。彼らは一緒に夕食をとり、情熱的に踊ります。サラが目を閉じるまで、アブラハムは彼女のそばにいました。翌日、いつものように母親が部屋から出ていなかったので、マックスは驚いた。それから彼はサラをチェックし、サラが永遠に目を閉じたことにどれほどショックを受けたか。近所の人たちはみんな、お悔やみを言いにマックスの家にやってきた。母親が亡くなった後、とても悲しそうな顔をしたマックスを慰めようとしたジミーを含めて、マックスはジミーに、サラが自分の過ちで亡くなったと話し、彼は彼女のせいで自分を責めたし、マックスはいつものように仕事に戻ります。その後、レオンが靴を取りに来ました。靴のコレクションのレシートを見せられなかったので、マックスは靴を手放さなかったまた。これは常にシムキンの靴販売店のルールであり、マックスは常にルールに従ってきました彼の店で。レオンはイライラし、マックスを殺すと脅し、すぐにそこを去ります。そんな脅しの感情に流されたマックスは、復讐を決意する。レオン、それから彼は変装用の靴を持ってきて、形を変えてレオンに続いた。彼はついにレオンの居場所を突き止めた。ある日、マックスはレオンのアパートに侵入し、彼の高級時計を盗もうとしました。クローゼットを調べた後、彼は武器とガンスタンドが入ったスーツケースを見つけました。欲しいものを手に入れられず、マックスはレオンのアパートを飛び出しました。しかし残念なことに、レオンは急いでアパートに戻り、彼を捕まえました。明らかに、レオンは自分によく似た人物がいたので驚いていました。双子の兄弟がいます。その後、マックスはレオンのスーツケースから取り出したスタンドガンでレオンを感電死させます。マックスはレオンを椅子に縛り付けた。彼はトランスジェンダーの男性に変身し、自分の性器をどこに隠したかを言わせました。見る、レオンがそう言った直後、ドアがノックされた。マックスが戸口から覗くと、戸口に立っている二人の男性が見えました。彼らは彼の部下であり、$50,000の事業に取り組んでいたため、ここに来ました。大金が手に入ると思って興味を持ったマックスは姿を変えたレオンに入り、レオンの部下と一緒に去りました。その後、彼はレオンの部下がパトリックという男を投獄した場所に護衛されます。その男はレオンからお金を盗んでいるのを見つけられ、彼らは彼を処刑するつもりでした。マックスの部下の一人がパトリックの頭を撃とうとしたが、マックスは彼を止めた。マックスはパトリックに、自分がしたこととしなかったことを後悔するなら釈放すると告げる。再びそれを行う。その後、マックスたちは土地のボス、エレイン・グリーナ・ウォルトの屋敷を訪れた。エレインはマックスに、彼らが同意した合計金額の半分に相当する現金の袋を渡しました取引で。エレインは、レオンと彼の部下が終わったら残りのお金を提供すると言いました彼らの働き。もちろん、マックスはレオンと彼の部下がしなければならない仕事を知らなかった。この全てを終わらせるつもりだったので、彼も気にしませんでした。マックスはすぐにトランスジェンダーのピンヒールを履いてレオンのアパートに戻った。レオンがなんとか逃げ出し、すぐに彼を攻撃したことが判明しました。レオンは銃を手にマックスを殺そうとするが、マックスはすぐに片方の靴を脱いだレオンを裏切る。マックスの予想通り、レオンはマックスの正体を見てショックを受け、撃たなかった。その後、マックスはハイヒールでレオンを蹴って逃げる機会を利用しました。スティレットの鋭い先端がレオンの首を突き刺し、彼を殺したことが判明しました。そこから急いで逃げるマックス。マックスは長い一日を終えて家に帰ります。彼はすぐにソファで眠りに落ちました。翌朝、彼は誤って殺した後、警察署に出頭する。レオン・ラドロー。しかし、マックスと警察が現場に到着した後、レオンの体はどこにもありませんでした。見つかった。マックスはレオンを殺したと警察に納得させようとします。彼の体はここにあるはずです。しかし、犠牲者も証拠も何もなかったので、警察はついに立ち去りました。マックスが靴屋に戻ると、その夜、レオンのアパートに自分の持ち物が残されているのを見つけました。それだけでなく、レオンのお金と高級時計も彼のバッグの中にありました。マックスはさらに混乱し、誰がレオンの体を取り除き、彼のものを置いたのか疑問に思います。蚊の店で、彼はカバンを持って急いで店を出た。しかし、彼が去ろうとした時、ジミーは彼に近づき、マックスは演技をしていると言いました。最近不思議で、突然消えることが多い。ジミーはその後、マックスの父親もかつてはそうだったと言い続け、最終的に対処した。彼の家族の命を脅かす悪い人々と、ジミーはついに、家族を離れなければならなかったマックスの父親についての秘密を話さずにはいられなかった彼らを安全に保ち、普通の生活を送るために、彼が死んだかのように姿を消しました。マックスはすぐに激怒し、ジミーを突き飛ばした。マックスは、ジミーがずっと秘密にしていて、いつも干渉していることに激怒した彼のこと。その後、マックスはトランスジェンダーの形をとり、エレインに行ってお金を返します。マックスは、レオンがどこにいるのかわからないと言って、彼の命令でここに来た。もちろん、エレインはそれを信じず、マックスに彼女はすでに彼らのビジネスを知っていると言います。そしてただ立ち去ることはできません。その後、マックスはエレインの部下に捕らえられます。しかし、彼は死んだ男の形を使って逃げることができました。その後、マックスは家に帰り、先祖の魔法のミシンを使わないことに決めました。また、それから彼はジミーに行き、彼を押したことをお詫びします。ジミーはまた、父親の秘密についてマックスに話さなかったことを後悔し、それを守ることを選んだと言います。それは何年もの間秘密です。マックスは再び以前と同じ生活を送っています。マックスは、ローアーイーストサイドの土地取得についてカルメンから渡されたチラシを目にします。蚊の店の中、彼は、カルメンが争っていた財産が老人のものであることに気づきました。ソロモンという名の男は、自分の財産を手放してデベロッパーに売却するつもりはないと主張した会社。彼がエレインの部下に捕らえられている間、彼は彼らがソロモンの家を燃やそうとしていると聞いた。財産、マックスはすぐにカルメンに行き、エレインの計画を伝えます。女性はマックスをソロモンのアパートに連れて行き、そこにはソロモンだけが住んでいました。そこの次に、マックスとカルメンはエレインの計画を伝えます。しかし、ソロモンは、自分は怖くなく、決して家を出るつもりはないと言いました。彼の家にはたくさんの大切な思い出があります。ある考えがマックスの頭をよぎり、彼は計画を練り始めました。翌日、マックスはソロモンの姿を撮り、エレインと出会う。マックスは娘に会うために$10万とシカゴへの帰りの飛行機のチケットを要求した。その後、彼は自分の財産を離れることになりました。エレインはすぐに同意した。その夜、エレインの2人の部下がソロモンのお金と飛行機のチケットを渡しに来ました。彼らの知らないうちに、彼らの靴はマックスによって交換されていました。現在、エレインの部下であるジェフリーの形を使用しているマックスは、エレインに連絡を取り、次のように述べています。ソロモンは去りました。その後、彼はレオンのホームを使用して、ジェフリーがソロモンのアパートに入るのをそらします。しかし、到着すると、マックスはジェフリーの友人であるブライアンに変身し、ソロモンのふりをしました保持する。マックスはすぐにスタンドガンでジェフリーを落とし、一つの問題が解決しました。一方、本物のブライアンは、本物のソロモンを空港まで同行させていた。エレインはブライアンに、ソロモンがシカゴに行くように命じます。しかし、彼が空港に到着した時、ブライアンは警察にさえ逮捕されました。別の問題が解決されました。翌日、エレインはソロモンを訪れたばかりだというカルメンにぶつかります。ジェフリーがソロモンがシカゴに行ったと彼女に言ったので、明らかにエレインはショックを受けました。夜になる前に、エレインがソロモンの家に駆けつけると、老人は確かにそこにいた。しかし、彼女の知らないうちにソロモンの姿を撮ったのはマックスだった。マックスはエレインに、部下に嘘をつくように支払ったと言います。おもちゃにされたと感じたエレインは、ソロモンと彼の財産を燃やすと脅した。彼女はまた、シカゴにいたソロモンの娘を殺すと脅した。しかし、その時、有名な地方紙の記者とカメラマンが部屋に入ってきました。ソロモンの後ろのドアから、記者は、ソロモンを殺そうとしたエレインの言葉を録音したと言ったと彼の娘。ついにエレインは投獄されました。その後、カルメンはマックスの靴屋に靴を直しに行き、マックスが何をしたかを尋ねます。ソロモンを助けるために、エレインを刑務所に投げ込むことさえしました。もちろん、マックスは秘密を話しませんでした。その後、カルメンは彼を一緒に夕食に招待し、もちろんマックスは喜んでそれを歓迎しました。しかしその前に、マックスは再びレオンの姿を使ってレオンの元カノ、メイシーを訪ねる。マックスがレオンを追った時、彼はレオンがガールフレンドを傷つけているのを見つけた。マックスはメイシーに謝罪し、彼女に高級時計とお金を与えるためにレオンになるつもりです。メイシーは、レオンがとても青ざめていることに非常に驚いていましたが、彼女は彼の謝罪を受け入れ、贈り物。メイシーのアパートを出た後、まだレオンのホームを使用しているマックスは、パトリックに捕らえられました。彼らは復讐を望んでいるので、彼の部下。マックスは後部座席に閉じ込められ、運転を始めた。しかし突然、パトリックの車が事故に遭いました。マックスが目を覚ますと、彼はすでにジミーの家にいました。男はマックスにコップ一杯の水とピクルスのボトルを手渡した。マックスはピクルスではなく水を取り、ピクルスは何のためにあるのか尋ねます。ジミーはその後、マックスを事故から救ったと言い、マックスの秘密を知っていた。彼はしばしば他人の靴を履いて外見を変えた。ジミーは、ピクルスはマックスが一連の不快感を取り除くのに役立つと言います。彼が何年にもわたって経験してきた変化。マックスは、ジミーがどうして全てを知っているのかと尋ねます。その後、ジミーは秘密を明らかにしました。ジミーは靴を脱ぎ、マックスは彼が父親であったことにどれほど驚いたか姿を変えた。一方、マックスは父親の再会を喜んでいます。しかし一方で、彼は家族を離れたことで父親に非常に腹を立てている。エイブラハムは、サラを守るために永遠に姿を変えることを余儀なくされたといい、最大。その後、エイブラハムはマックスを店の下の地下室に連れて行きました。シムキンズの大切な顧客の靴で部屋が埋め尽くされていたことが判明。マックスの曽祖父の時代から続く靴のアウトレット。エイブラハムは、マックスが家族の遺産を守ることができることを望んでおり、常に責任を負っています。善を行い、魔法の古代ミシンを善のために使用します。彼はまた、マックスが最後まで母親の面倒を見て幸せにしてくれたことをとても誇りに思っていました。彼女の人生の、その後、エイブラハムはマックスを別の部屋に連れて行き、豪華なリムジンと運転手を用意した。エイブラハムをどこにでも連れて行きます。父と息子は一緒に家に帰った。魔法のミシンを手に入れた。映画は終わります。